このカップルの死の原因は無理心中したように見えるけど、そうじゃないんだね。床にゼクシー的な雑誌落ちてない？彼らは結婚を予定しているようだった。心中をしたとは考えにくい。まあ2冊も買ってるし、結婚間近な感じだよね。異臭がすると通報を受けたはずなのだが、それらしい匂いはしない。カップルの死体はまだ新しそうだから匂いしなさそうだよね。なんか外に置いてあるでっかいシャベルが気になるんだけど、庭に繋がる窓を開けた途端に異臭が漂ってきた。掘り返すと若い女性の腐敗死体が出てきた。え、なんで若い女性の死体が出てくるの？誰？彼らは外に埋められていた女性を少しずつ食べていたらしい。少しずつ食べてた？怖すぎ。そういえば机の上にある元カノって書かれてるの何これ？肉を包んだ袋に元カノと書かれていた。おい、これスーパーで売ろうとしてるだろ。商品名に元カノって書くな。この事件は人が起こしたものではなく呪いの類だとあれを見つけ悟った。奥の写真なんか歪んでるような感じするけどな。